いやー、辻元劇場も面白いというか、なんというか、いろんな評価をするんでしょうが、微妙じゃね皆さん、こんにちは、ハニゃです。本日は2024年3月28日ですね。で、この動画では、本日行われた参院予算委員会での辻元清美議員のおしゃべり、そして皆さん大好き、買収の梅ちゃんの続報をお届けしたいと思いますので、最後までお楽しみください。では、今回の目次はこちらです。 で、本日の参院予算委員会は、本来は午前9時から始まるはずでしたが、一向に始まらず、結局2時間ほど遅れて始まったのかなで、何が理由かというと、立憲民主党の石垣紀子議員によると、 予算理事会でこれまでの自民党の説明と矛盾する重大な報告がありこのまま審議には入れないということで理事会は休憩になりましたということでなかなか開始しなかったんですねで結局具体的にこれがどのような矛盾だったのか明確な説明は私の見た限りなされてなかったのでどこかでなされたのかなただ今日の国会を見てる限りどうもこちらの話っぽいですね候補は2つ まずこちらは日テレニュース3月27日の記事ですが、見出しは、独自安倍派幹部の一部、キックバック再開判断に森元首相関与新証言というものですね。記事を見ると、岸田総理大臣から事情聴取を受けた。 安倍派幹部の一部が、キックバック再開の判断には、森元総理大臣が関与していたと新たな証言をしていたことが分かりました。岸田総理による追加の事情聴取は26、27日と2日間にわたって行われ、安倍派幹部の塩野谷氏、 下村氏、西村氏、世耕氏の4人が聴取を受けました。複数の関係者によりますと、事情聴取の中で安倍派幹部の一部が、一旦中止が決まったキックバック再開の判断には、森元総理大臣が関与していたと新たな証言をしていたことがわかりました。以下略。 ということで、まあ、安倍派のご意見番として活躍していた森さんの意向なしに、安倍さんが亡くなった後に勝手なことはできないだろうなという一般大使の感覚にはかなりしっくりくる記事が出てるんですね。またこちらは、ドッ .com3 月27日の記事ですが、見出しは、安倍派22年3月にも幹部協議、成林審で明かさず、岸田首相、世耕史らに敬意聴取というものですね。記事を少し見ると、 自民党安倍派の政治資金パーティー裏金事件をめぐりパーティー収入のキックバックの扱いに関する同派幹部協議が2022年3月にも開かれた可能性があることが27日分かった国会の政治倫理審査会に出席した元幹部は3月に会合を開いたことを明かしておらず説明の整合性が改めて問われそうだ 複数の自民関係者が明らかにした。岸田文雄首相は27日、安倍派の官流復活がテーマになった22年8月の幹部協議に参加していた西村前経産大臣、世耕前参院幹事長徴収、26日には同じく協議メンバーだった塩谷元総務会長、下村元政調会長からの聞き取りも実施した。 22年3月の協議をめぐっては、今月14日の参院政治倫理審査会に出席した世耕氏に対し、立憲民主党の蓮舫氏が、3月に安倍氏に呼ばれて何らかの話し合いを持った記憶はないかと質問。世耕氏はスケジュール表にも記憶にも残っていないと説明した以下略。以上ですね。 まあこのようにどうも追加の聞き取り調査の中で精霊心などでの説明と異なる話が出てきたということで話が違うじゃないかということで本日の予算委員会の開始が遅れたようなんですね。 ただ本日の辻元さんの追求聞いてましたが、あ辻元さんはまずは例の紅麹事問題についての話、安倍政権の絡めて聞いてましたね。またキックバック騒動。後の方では派閥会社の届けがまだ出てないじゃないか、パフォーマンスじゃないかと詰めてましたが、岸田総理は財産の処分の関係とかそういう手続きに時間がかかってるからって説明をしてましたね。で、先ほどの記事に絡めて辻元さんは、 昨日の聞き取り調査の結果を教えろ。森さんの関与について発言があったのではないか。あったなら握りつぶさないと、ここで宣言してくれ。森さんは聞き取り対象になるのか。生林心での話と違うことを言った人たちは、嘘を言ってたということだよね。という話を聞いてましたが、岸田さんは基本的に、現在調査中だから、今調査してることについては話ができない。 調査対処についてもこれまで一切公開してない。記事の存在は知ってるが、なぜそんな記事が出るのかわからないという話をしてましたね。で、まあ政治家ですから、結構馬鹿し合いのところもあるんでしょうね。辻門さんなんかも、聞き取りの中で森さんの関与が示されたということを確かな筋から聞いたとか言ってますが、まあ信用できない。岸田さんも本当にマスコミに漏れたのが想定外なのか、それともトロイの木馬というか、あえて情報を流しているのかもしれない。 まあ以前と比べてもっと安倍派の幹部のやってたことがひどい印象ですから報道の通りならこれ岸田さん普通に離党勧告とかするんじゃねって気もする実際こちら読売新聞3月28日の記事ですが見出しは。 首相聴取にも弁明に終始、安倍派4氏へ不満拡大、自民執行部内、そもそも悪いとも思っていないというものがありますね。中を見てると、先ほどの記事とは違って、この2日間での聞き取り調査の中で、塩野谷氏、下村氏、西村氏、世耕氏らの説明は、清林氏などと同じだということなので、新しい情報が出てこないが、弁明に終始しており、厳しい処分、離党勧告も含めた処分を検討している旨書かれてますね。 特に塩野や世耕良氏がブチギレられている様子。まあですから先ほどから言われている話のどれが本当でどれがフェイクなのか一向にわからない。で、まあここら辺難しいよね。もっと早く処分をしろという視点もあるかもしれないが、しかしながら真相解明せずに処分するのはおかしい。という視点からは早期の処分を求める方がおかしい。それこそ先日の参院予算委員会では福山哲郎氏がこの国会の間に処分を当然しますよねと早期の処分を求める。 他方、昨日の杉尾議員や、今日の辻本議員なんかを見てると、処分前に真相解明をっていうわけで、じゃあ時間がかかるぞってこともある。もちろん、承認官問、要するに嘘をついたら罰せられる場でって話もありますが、政倫心での野党の話ぶりなどを見ていると、安倍派4人の誰かが嘘をついてるってところまでは導けても、それ以上は無理な気もするしな。そして、このようなことを見ていると、思い出さずにはいられないのが、買収の梅ちゃん問題。 これ以前からお伝えしてる通り、今年の1月に地元有権者に日本書を配ったりして、これ公職選挙法違反だろうってことで騒ぎになってますが、これが動画でも撮られてるということで否定しにくい状況。しかしながら岡田幹事長は、本人が記憶を整理する時間が必要とか色々言ってますが、 しかしながら自分から積極的に調査をしている様子がなく、いつまでに調査を完了するとかも決めておらず、また仮に事実が認められたら処分をするかという質問についても、家庭の話には答えられないとして、あれ岸田アンサーよりひどいんじゃねすでに明らかになっている話だけでもアウトだろう。それとも甘い処分を下そうと思ってるけど、万一やばい話がバレたら困るから引き伸ばしてるの。って私なんか思っちゃう。そしてこの騒動。 梅ちゃんの地元の新潟の立憲の県連も早く対応してくれ、幹事長をちゃんとしてくれって注文が苦します。そして岡田幹事長がどんなリアクションをするか、皆さん気になりますよね。えっと、こちらは新潟日報3月27日の記事ですね。見出しは。立憲民主党梅田に守る衆院議員の日本酒提供問題、岡田克也幹事長、党の対応を決めるのは時期尚早。県連の早期対応要請受けですね。え で、中身を見ると、県連からの要望に対して、岡田氏が3月26日の記者会見で、このようなリアクションをした旨書かれてますね。すなわち、岡田氏は、気持ちは理解できるとしたが、党の対応を決めるのは時期尚早だ、と述べた。ですって、えっと、なんだこれ。で、これはさすがに記事がデタラメではと思いたくなるようなひどさ。で、実際に3月26日の岡田幹事長会見を見てみると、県連の気持ちはある意味理解できると思います。 最終的には、幹事長の責任で対応したいと思います。梅谷さんは、公の場で自らのしたことを認め、それ以上のことがあったのかどうかをご本人は調査しているはずだと思っています。そういうものを踏まえた上での対応でないと、途中で何らかの党としての対応というものを決めるのは、私は時期尚早だと、最終的にきちんと全体像が決まったところで対応すべきだと思っています。対応しなくていいというふうに思っているわけではないのです。コミュニケーションは時々とっております。 とか言ってますね。えっと、これを読む限り、やはり岡田幹事長、積極的に調査してないじゃないか。えっと、なんだこの、本人は調査しているはずだと思っていますって。まあ、敬語を使ってるのも気色悪いけど、はずってなんだよ。えっと、これで立憲民主党が与党に何か追及するとか。 で、これらを踏まえて、本日にお産委員会の辻元 VS 岸田をご覧ください。意味の変わらない範囲で編集をしているつもりですが、もちろん私の主観が含まれてますので、未編集のものを見たい方は、概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。また、私は倍速再生で全部聞き取りましたので、時間の節約をしたい方は、倍速で聞いてもらってもいいと思います。では、どうぞ。辻元清美さん。では、裏金問題いきます。 総理ね、聞き取り調査、4人の安倍派幹部の一部から、キックバック再開の判断には、森元総理が関与していた、こんな新証言が出たと報道されました事実ですかあの報道、えー、承知しておりますが、これ、今の段階で内容について明らかにする、えー、これは控えております。 それでは確認しますけどね、ここ焦点なんですよ、昨日の総理の答弁では、森元総理の関与の証言は一切認められなかったと、昨日は答弁されてるんですよ。そしたら、昨日も聞き取りをしても、同じ答弁、ここでできますか、どうぞ政府としては、政失礼、自民党としては、公式にこの森総理が直接関わるこの発言については、 把握していないな、えー、現状においては、変わってておおりません現状においてはそうしますと確認しますが、昨日も2名聴取されました、この4名からも、新しい聞き取りでも、キックバックの再開の判断には、森元総理が関与していたというような答弁はないということでよろしいですか、えー、先ほど申し上げました、今の段階で追加の聞き取り調査の内容については明らかにしない。 なぜならば聞き取り調査を続行しているわけですから、全体として整理をした上で明らかにすると申し上げています。このことも含めて、公式に自民党として、このご指摘の点について把握し、公表するものはないと申し上げております昨日もです、ね、聞き取りを1日やった後の答弁がです、ね、森元総理の関与の証言は一切ないと答えているわけです。だかから今日はななぜ言わないんですか いや今のご質問は、今行っている追加の聞き取り調査の内容についてのご質問であります。これは聞き取り調査を続けているので、今の時点では内容については申し上げませんと答弁させていただいている次第であります。それも含めて公式の場で えー、そのご指摘の点等について、把握しているかということについては、今はありませんと申し上げております昨日ですね、これ、直接関わるという発言は把握されておりませんって、総理言ってるんですよ。で昨日も再調査してたでしょ、で昨日の2名からこういう発言出たんじゃないですか、だから今日は言,えな言い切れないんじゃないですか、えー、昨日の答弁、えー、自民党の聞き取り調査。 あるいは、成林審の弁明、それを通じて、えー、この森元総理の関与をに関する発言は把握しておりませんと、まあ、申し上げました、そしてそのことは今でも変わっておりませんし、そして今行っている追加の聞き取り調査については、内容は今、明らかにはいたしませんと申し上げております。いずれにせよ 公式に申し上げることは変わる、変わっていないと思っていますこれですね、キックバックの再開の判断には、森元総理が関与していた、昨日出てると、私は思います。それは相当固い筋から聞きました。でね、これね、もしも、もしも、もしもですよ、握りつぶしたらですね、これを。 茂木幹事長、森山総務会長、岸田総理の責任問題になりますからね、もしも出てたら、はっきりと、えー、明らかにする、約束してくださいあの次はの聞き取り調査についても、今後、政治責任を明らかにする、こうしたこの党の判断につなげていきたいと思いますが、その過程の中で、聞き取り調査についても、 えー、この正式に公にすることを考えていきたいと思います。いずれにせよ、聞き取り調査の内容については、この,、えー、この本人から本音でご発言をいただくためにも、これ、公表の在り方については、この最新の配慮をしなければなりません。 今の時点でこの内容について申し上げることは控えている、えー、これもその一つでありますそうしますとね、この成倫審に臨んだ4人、成倫審ではです、ね、森元総理の関与はあの、えー、一切ないというような証言をしてきました。で、昨日これが覆っているとし,てらしたら、この4人は成倫審で嘘をついてたということになりますね。 あの内容については、今の時点で申し上げないということを再三答弁させていただいておりますあのね、えっと、先ほどですね、理事会が開かれましたで、その中でですね、自民党の方からは今後の追加の聴取、森元総理も含むというようなあのご発言があったようです。よろしいですね追加の,その聞き取り調査に 対象となるかというご質問だ,だということでありますが、これ、えーと、この追加の聞き取り調査については、えー、この政治責任を判断する上において、必要な聞き取り調査を行うということでスタートしています、えー。そのために対象が誰になるのか、これについては従来から明らかにしておりません。 今後についても、この政治責任を明らかにするために必要な方々の対象にすることを、まあ、検討していきたいと思いますが、現時点で、えー、それについても調整中でありますし、明らかにはしておきのう、おとといはマスコミ等で名前が出ておりましたが、そもそも党としては誰を対象にするのか、これは明らかにしておりません。森元総理は含まれ得る わけでありますが、いずれにせよ自民党としては、えー、政治責任を明らかにするために、誰を対象にするのか、今、まだ調整をしているところでありますし、いずれにせよ、それを対象が誰なのかということについては、最初から明らかにすることはしておりません森元総理が含まれうるという理解でいいですか。 森元総理も関係者の一人でありますから、えー、その政治責任を明らかにするために、必要な方ということで、えー、含まれうるものではありますが、しかし、いずれにせよ、まだ必要な方をが誰なのか、調整中であります。以上ですね えっと俺には茶番にしか見えないんだけども、皆さんんはどんなふうに思いました、まあ、私は辻元さんが岸田さんに詰め寄ることによって、失言をね期待してるんじゃないのかな、まあ、それぐらいしか思わなかったんですけどね、まあ、すごい時間を使って、あまり意味がないことをしてるような、まあ、承認喚問でもこのレベルのことをしてるんやったら、まあ、素人がね話を聞き出そうとするなんて、まあ、おこがましいかなと。 あ、辻本さんは違った意味でプロなのか。まあいいや。皆さんはどう思われたでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想をコメント欄でお伝えください。また福山哲郎氏が、早く処分をしろっていうふうにね、まあそれこそ真実解明をちゃんとしろっていう立場と逆のことを言ってるんじゃねえのか。そんな気もするようなことについてご指摘した動画をこちら側に。 というか、まあ、泉さんに対するクレームにも見えるんですけどね。そして、買収の梅ちゃん問題に関して、県連がどのようなクレームをしたのかということについてね、詳しく説明した動画をこちら側に合意してますので、ご存じない話がある方はね、ぜひともチェックして,てください。では、ぜひともチャンネル登録、そしてね、動画が面白かった方は、高評価ボタンを忘れずにしてってくださいね。皆さんの高評価ボタンが、この動画のパワー、そして私のやる気につながりますから。では、次の動画、もしくは明日夜11時半のライブなどでお会いしましょう。バイバイ。